会が集まります。あ、これどうするの。あ、はい、ぜひ。じゃあ、食べてあげます。味、どうですか、ニンニクは。すごい酸味が効いてて、いや、全然プロテインっていう感じがしないんですよ。あ、本当ですか。自分そもそもプロテインってあまり飲んだことはないんで。あ、そうですか。で、今日も友人に連れられて一緒に来たんですけども、やっぱり最初抵抗があったんですけど、今回飲んでみてやっぱりすごい飲みやすいなという。いや、これだったらもうすごいどんどんいけるなっていう感じがしました。この味だと続けれそうですか。いや、全然続けられます。あ、よかった、すごい美味しいです。ありがとうございます。これが発売した筋肉マンに出て噂の立場のクソ力、立場のクソ力味、はい、いただきます。味どうです。あ、すっきりしてて飲みやすいです。ありがとうございます。柑橘系の味ですよね。おっしゃる通りで、ピンクグレープフルーツの、はい、味を今回もしてます。これから夏に向けてやっぱり食欲とかもなくなってくるんで、こういうさっぱりした味が飲みやすいんで、ぜひ飲んでもらいたいなと。すごい飲みやすいです。ありがとうございます。これなんですけど、はい、今のコラボで、はい、カジバのクソ力風味という。カジバのクソ力風味、はい、何ですかそれ。まあ、飲んでみて一旦その味どんな感じが当てていただくっていうのはどうでしょうか。わかりました。しかもこれあれですよね、カジバのクソ力ってことはパワー出ちゃうんですよね。パワー出ますね。パワーですよね。パワーですね。僕のテンションについていけてない。あ、全然全然、はい、びっくりしただけです。はい、はい、じゃあね、ちょっと飲んで味あっていうの。俺ね、別にカジバのクソ力ってそのこう愛するものがピンチの時に出るものじゃないですか。俺今日出ないと思う。俺今日出ないと思う。だって俺今日オフっすもん。いやいや、そういうことですか。まあね、オフだと出ないのかな。いや、そう思うでしょ。実際このポテンシャル舐めちゃダメだと思う。オッケー、じゃあちょっと飲んでみようかな。まあ、けど脱力してるからな。まあ、とりあえず実食いただきます。出たわカジバの。今俺何してる。いや、この90キロ近くある私の体を持ち上げて。全然記憶なかったんですけど。マジで。いや、びっくりしました。うわ、俺出しちゃった。カジバのクソ汁出ちゃいますね。出ちゃう、はい、味はね、なんか酸味系の。おっしゃる通りで、はい、模してるもので言うと、ピンクグレープフルーツなんです。あ、なるほど、そうだそうだ。今ここに来てますもん。あ、ピンクグレープフルーツ。あ、よかった、はい。なんだろう、すごくね、追い込んだ時とかに甘いもの飲めないじゃないですか。はい、そういう時とかに、こういうさっぱりしたすっきり系ちょっと飲みたいな。ああ、よかった。そういうことをちょっと想定して味作りはさせてもらったので。よかった、よかった、ありがとうございます。いや、ただ俺ちょっと今びっくりしちゃった。記憶が、俺今5秒ぐらい記憶が飛んじゃったんですけど。そんなことやってたんですか俺。いや、びっくりしました。怖いプロテインですね。いや、もうそうですね、はい、ちょ、ワンリップ上がるプロテインでございます。はい、はい、よかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ベリー系でさっぱりですごく美味しいです。はい、好みの味です。飲ませていただきます。ありがとうございます。戸田さん、今日はお越しいただきありがとうございます。はい、すいません、こちらこそありがとうございます。筋肉マン、新発売しまして。すごいパンチのあるパッケージですよね。そうなんですよ。これはね、もう書き下ろしていただきまして。あ、ビリルさんのために。そうなんです。あ、すごいですね。はい、もうだからそういうところも結構こだわってさせてもらってます。なるほど。なのでちょっと味を、はい、ちょっとお召しいただけないかなと思います。じゃあ、すいません、いただきます。すごいスッキリですね。ありがとうございます。グレープフルーツ味。おっしゃる通りで、フレーバー名でいうとカジバのクソ力風味なんですが、ピンクグレープフルーツの味を。なので色もピンク色 で、ね、飲んでも結構後味にちょっとほんのり苦味というか、結構本格的なそのグレープフルーツの本来の味が出てるような感じで、ありがとうございます。すごく飲みやすいです。なんかすごくコメント上手で。本当ですか。すごく嬉しいですね。なんかこれだと甘いのが本当ちょっと苦手だなっていう方でも結構すっきり飲めるような感じです。ありがとうございます。
結構やっぱその辺を狙ってというか、はい、すっきりさせようと思って作ったフレーバーなので、そのようにご評価いただけたので光栄でございます。じゃあこの流れで壁にサインをいただいてもよろしいでしょうか。はい、いろんな方サイン書いてもらってるんですけど、お好きなところでもいいです。こちらです。サインとかないのでもうです、はい、すいません、ありがとうございます。この度ちょっとスポルテックの会場でですね、この筋肉マンのコラボこの店員をリリースしまして、お二人に味のご鑑賞をいただきたいなと思い、はい、今日はお声掛けした次第でございます。ありがとうございます。もしよかったら飲んでください。すごい、いただきます。けどこれ何味ですか？ちょっとスベリー、はい、答え、まあ、名前ので言うと、はい、Bレジェンド筋肉マンカジバのクソ力風味なんですけど強そう。そうなんですよ。当ててる味で言うとピンクグレープフルーツの味です。グレープフルーツだ。そうなんですよ。だからちょっと酸味があるんだ。おっしゃる通り で、ね、はい、なんかその、まあ、酸味つけてスッキリさせた方が飲みやすいかなと思います。酸味の中にクリーミーさもあるから飲みやすいですね。ありがとうございます。このようにご評価いただけて光栄です。ありがとうございます。そうそう、酸っぱすぎない、ね、あ、よかったよかった、うん、なんか多分ね、疲れてる方はちょっと、ね、酸っぱいなって感じがします。クエン酸とか、あ、おっしゃる通りでクエン酸で味付けしてます。まだいけますね。まだいけますね。まだいけるってことだね。そうだね、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これはどうですか？人気です。なんかね、それこそスポルテックの1日目に発表して販売をスタートするんですけど、軒並み好評で、やっぱり試飲も減りが早かったですね。うん、非常に人気ですね。でも何の味も美味しいですもんね。うん、ありがとうございます。本当に。飲みやすいと思います。今後もいろいろ出しますが、まあ、今年結構これは押していきたいなと思っております。なるほど、バカ力で頑張りましょう。 ありがとうございます。クソ力だった。クソ力ですか。そこは間違っちゃった。間違えちゃった。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。そんなとこでしょうかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、コロさん、実は、はい、このスポルテックの会期中に新しいプロテインのリリースを行いまして、めっちゃリアクションいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。キン肉マンとのコラボ、をしましてですね、まあ、その名も、Bレジェンド筋肉マンカジバのクソ力風味を、ちょっと過剰じゃないですか。大丈夫です。ちょっとやりすぎですか、ね、ちょっとびっくりしました。すみません、はい、ちょっと演出入れました。そうですね、普通こうカメラが動くとこう小原さんの方から動いていただきありがとうございます。というわけで、ちょっと小原さんにも、はい、試してもらってご評価いただけないかなと思いまして、はい、いただきます。ぜひぜひ。カジバのクソ力風味、はい、ちょっと待ってください、はい、一言だけ言っていいですか、はい、よく、いや、僕もすごい、もう全部いい意味で言いますよ、はい、よくプロテインのフレーバーの中にフレーバー名の中にクソって入れましたね。いや、そうなんですよ。これね、見て分かると思うんですけど、なんかもうクソ力って書くとクソかみたいな、よく分かんない、なんかだって、いや、そうなんですよ。クソというね、はい、2文字を食品に使うというのは、はい、多分日本初の出来事だと思いますよ。これに関しては我々も作ってる時は楽しいですよね。だからそれ見えなくなってて、出してそういう、もうリリース直前にそれはクソまずくねみたいなことも実はあったりしたんですよ。もう一応あったんですね。一応あったんですけども、その時はもうパッケージもできてるし、いろいろあったので、もうこのままゴーした次第でございます。素晴らしいと思います、はい、じゃあいただきます。ぜひお願いします。めっちゃ美味しい。食べといて。ちょっと待って。ちょっと長い間、はい、ご飯を食べてなかったもんで、あ、そういうこと。今すげえ美味しいもんが口の中に入ってきて、よだれが止まんないっす。そうですよね。もう大きく振りかぶって、すごいもう普通のというか、でも心の声だなというふうに受け取ります。めちゃめちゃうまいです。ありがとうございます。うまウェイ、うまウェイベイベー。こっちを使ってください。
こっちは、なるほどね。先ほど差し替えに取ってください。かしこまりました。ウマウェイベイベイ、ウマウェイベイベイ、それ権利とかないですかね。権利は僕のオリジナルです。そうなんですね、ロニーないんですね。大丈夫です。あ、なるほど。ロニーのギャグはライブウェイベイベイでしょ。ギャグじゃないですよ。怒られますよ。ロニーのギャグでしょ。あれギャグだと思ってたんですか。はい、一発ギャグ。いや、あれは違う。あれちょっと違いますか。あれいじれないです。ウマウェイベイベイ、ウマウェイベイベイ、勉強になります。ウマウェイベイベイでした。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、中身としてはあのピンクグレープフルーツの、味を模してまして。そうですよね、僕が味のこと一切言わへんから上野さんが紹介するしかないですね。そうですね、このままだとウマウェイベイベイで終わっちゃいますのですみません。はい、そう、グレープフルーツ、ピンクグレープフルーツ風味。そうです。さっぱり系ですね。はい、僕はね、Bレジェンドさんのこのさっぱり系の味がめちゃ好きなんですよ。ありがとうございます。まあ、さっぱり系の筆頭にベリベリベリーと、はい、そしてパッションフルーツがございますよね。そしてさらにこの鹿島のクソ力風味が、はい、さっぱり3兄弟で、さっぱり3兄弟、Bレジェンドさっぱり3兄弟ですよ。あ、でもそういう風にもう据えていただいても全くあの遜色ない出来になってますし、あの、まあ、ベリーとかパッション好きな方非常に多いので、はい、そういった方にはあの多分刺さる味になってると思います。あ、本当そうですね。僕めっちゃ刺さりました。あ、よかった。ブス！あ、音が鳴るくらい。ちょっとなんかもうそういうことを知られると困っちゃって、小原さんお願いします。すごいですよ。こんなに筋肉あるけど困らすことができる。もうすいません。本当にもうありがとうございます。申し訳ない。でもよかったです。ご好評いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。また引き続き、はい、あのいろいろなんか。面白い企画と一緒にできたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。その際はご協力のほどよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。